代々続く鎌本の家に生まれ、織部の精神を継承しながらも、桃山島の織部とは一線を画する今織部を作り上げ、平成20年に県重要無形文化財保持者に認定された玉置康雄氏。赤楽茶碗のような聖の形詞に施された銅の証の 理丘と織部の美学を作者の感性で融和させた現代志野の融和です。